地の九九と言います。もう音楽が好きじゃないの？馬鹿げたことを考えるんじゃないぞ。多分いつか後悔するよ。私は音楽を愛してます。こんな機会を作ってくれてありがとうね。それがお前の人生なのだ。だから好きなように歌え。次回第10話、吟遊詩人が来た。